最後に向かうのはエナジーポコアポコ今村聖奈騎手、女性ジョッキーも4人騎乗しているこの藻川特別です。枠入り完了、スタートしました。第8競争つまずいてしまった中島真奈美騎手、6番ラブミオナコ落馬、競争中止です。6番のラブミーモナコ落ちてしまいました。先行争いです。まずは3番のアカリンが行く、そしてちょっとカラウマがいて内に出られないか、12番のエナジーポコアポコ、インコースから2番のエティエンヌが出ていきました。これが逃げそうです。あとは8番バンドルロゼ、それから10番の福のバランス、1コーナーに入ります。11番クリのびっくり箱がいて、外目から12番エナジーポコアポコです。さらに1番フレーボがいて、あとは大きく遅れました。4番ビッグウェーブが追走、さらに5番のセイウンソルジャー、もう1頭9番ドリューで向こう上の絵出ます。さあ先頭2番のエティエンヌ、西村敦也が逃げました。リード2馬身ぐらい。3番アカリンが2番手、そして8番のバンドロゼが3番手にいます。インコースから11番クリのびっくりバゴ、そして12番エナジーポコアポコが追走していきます。中段グループです。あとは10番福のバランスがいて、後方に1番のフレーボ、あとは大きく遅れました。各馬これから3コーナー、2番のエティエンヌがいい感じに逃げています。リード1馬身で400を切りました。外からスーッと上がっていく、これがピンクの帽子、12番のエナジーポコアポコ、もう2番手から先頭外まで来る今村聖奈、間は8番バンドロゼも食い下がって、これから4コーナー直線へと抜いていきます。あとは3馬身後方3番アカリンです。さあ先頭2番エティエンヌ、これを捉えて12番のエナジーポコアポコ抜けます。3馬身後方8番バンドロゼが3番手です。先頭は12番のエナジーポコアポコ、2番手が2番のエティエンヌ、エナジーポコアポコ、今村聖奈五輪、1着は2番エティエンヌ、大きく離れて8番バンドロゼ、3着入線です。スタートで6番のラブミーモナコ、つまずいてジョッキー長島真奈美騎手、落馬競争中止。